こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金の第2弾ではないんですけども、一人親世帯への生活支援、これ5万円ともね言われてますけども、この支給に野党与党国会全体、もちろん菅総理も森元法務大臣も、まあ出しましょうよ、一人親世帯大変なんでということで、まあ全員ではないですけどもね、とりあえず一人親世帯にもう早急に今年以内にちょっと生活支援しましょうというふうなことで、全体的には政府は一致しました。しかしこれに邪魔をしている人が2人います。この2人をね、今日はね丁寧に解説していこうかと思います。画面を切り替えてこっちを見てください。まずはね、田村厚生労働大臣、田村憲久さんですね。田村憲久は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、厚生労働大臣、裁判官訴追委員委員長、厚生労働大臣、総務副大臣、こんなこともやってるんですね。いろいろとやってますね。55歳でいらっしゃいます。はい、この方がまずは、生活支援、一人親世帯の支給を、するつもりが今のところないということで、昨日ね答弁の模様をまとめましたけども、そういう人なんでしょうね。俺がこいつらの命を握ってるんだ、俺に感謝しろ、わははは、ね、こんな感じでございます。野党の方がね、何度も何度も確認したけども、はぐらかしてヘラヘラ笑って、しかもね後ろで三原淳子さんがね、厚生労働副大臣の方でした、あの人ね、金八先生の教え子さんじゃなかったですかね。まあドラマの中の話ですけども、まあタレントさんも政治家さんになったら国民踏みつけということで、一緒にヘラヘラ笑ってますよ。三原淳子さん、楽しいですか？一人親世帯困ってますよ。なんでね、あそこでね、恥を知りなさい、厚生労働大臣ともあるものが、出してあげればいいじゃないですか。あなたのお金じゃないでしょ。国民から集めた税金を国民に返す、それだけですくらい言えないですかね。三原淳子さんも自分の生活安泰だから、まあ関係ないですよね。国民が何人死のうが、昨日母子家庭死のうが、何人自殺しようが、三原淳子さんは涼しい顔で暮らしてらっしゃいます。そういう方ですよ、あなたは。金八先生、あなたも同罪ですよ。本当に笑っちゃいますよね。田村厚生労働大臣、私はね悲しいですよ。あの時の、答弁を切り取ったようで悪いですけども、一瞬たりともね国民の敵側に回ってるとかね、国民の生活を邪魔するような、そんな姿を一瞬たりとも見せちゃダメですよ。やっぱり24時間あなたは公の人としてね見られてるわけですから、どんな時でもですよ、隙を見ちゃダメですよ。三原淳子さんも同じですよ。カメラ回ってますからね。はい、スタートカットっていうのは掛け声はないですよね、スタジオと違うんですから。でも三原淳子さんがあそこで生活支援ね、母子家庭の方、一人親世帯の方が食い入るように見ていたわけですよ。わあ、お願いします、ここで出さないと年末年始越せません、ここでの答弁内容によって私はね死を選ばないといけないかもしれませんってところで、三原淳子さんヘラヘラ笑いながらやってる場合じゃないんですよ。あなたはあの時確実に何人かを見殺しにしてるって、そういう意識を持たないとダメだね。この私の動画を見てる方そう思いませんか？私だけですかね、こんなこと思ってんの。いや、ひどい話だと思いますよ。まあこんな格好で言ってもちょっと説得力がないと思いますけども、でも思いはね本当燃えたぎるようですよ。三原淳子さんタレントさんね、どうなってるんですか？誰のおかげでそこまで来たんですか？視聴者さん、ファンのおかげでしょ、国民のおかげでしょ、タレントさんっていうのは。まあ副大臣になったらそんなもんなんですかね。上級国民様おめでとうございます。まあ三原淳子さんは街角で車で人をひき殺しても罪に問われませんから、おめでとうございますですよ。もうなんか三原淳子さんまでね、私は憎くなってきましたね、この野郎、この野郎。ということで、まあちょっとね、あんまり個人攻撃も良くないと思いますんで、ちょっと個人攻撃した後で申し訳ないですけどね、まあ個人というよりも公の人ですからね、権力はこうやって国民からいつも吊るし上げられるということを覚悟しておいてくださいね。そのぐらいしか私たちはできませんのでね。それから次はですね、宇奈美さんですね。これはですね、なんていうか、財務省の官僚です。財務省官僚、主計局次長ですね。今回の答弁に立ち会ってくださいました。この方もですね、まあ国民が困るのをね楽しんでいるということでございます。指名されても、俺みたいな感じでね、
とぼけてますよね。真剣さがないなというところでございます。まあ宇奈美さんも上級国民なんで、まあ何人国民が死のうがあなたの暮らしは安泰でございますね。もし日本という船が沈没するとしたら、最後まで船に乗ってられるのはあなたですよ。先に我々下々から死んでいきますんで、その様子をね、阿炎教官のところ助けてくれっていうのをね、浮き輪やろうかやめとこうかな、はい、浮き輪やろうかなやめとこうかなって感じで見ていけばいいんじゃないですか。まあ宇奈美さんがね、私のクラスメートだったら確実にいじめの対象ですよ。お前は番長たる俺が縛いてやるぞお前。まあ番長じゃないですけどもね、もう今そういう番長制度もないんで、まあ校門の学校のプールの裏に呼び出してもうカツアゲですよまあね、ほんとそんな気持ちですよ、まあでも上級国民なんでね、何もできないです今。もう私たちは宇奈美さんの足の裏に虐げられて人生終わるということでございます。まあでもひどかったですね今回のはね。この動画私のね、単なる愚痴動画になってますけども、なんともね、この宇奈美さんって方は、宇奈美さんでしょ、1989年に大蔵省に入省して、でマサチューセッツ工科大学に、まあ、留学してるそうですよ。華々しいですね。で1993年主計局国際租税課とかいうね、誰も頼んでないところに入って私たちからお金をふんだくってくださってると。いやーすごいですね。私たちはこの人の給料や生活支援のために日々税金ぶんだくられています。でもこういう人たちは私たちの生活支援はまあたとえ5万でもねしないというね、長い人生の中でたった1回5万もしないんですよしょうがないですね。私たちは下級民族ですからね、上級国民様の養分でございます。まあ手合いグループよりもひどいですね。まあ今日はこんな私のなんかね、人間の小ささをね露呈するような愚痴動画でございましたけどもね。いやーでもね、一人親世帯の生活支援、これぐらいはやってほしかったな。まだ結論出てませんけども、結局はね、5年ながらでもこれ出ると思うんですよ。これは出ると思うんですよ、5年ながらでも。でもね、出すんだったら5年ないでくれって、もう気持ちよく出してやれじゃねえかと思うんですよ。なんとかね、国民に喜ばれたら出世するみたいな感じにしてもらいたいと思いますけども、結果国民が困ろうかどうしようが、その省庁内のね、なんかそのおかしなモラルに従ったら、忖度したら出世みたいなことしてね、何なんでしょうかね。はい、ではまあこんな感じで5月24日じゃないや、12月1日5時24分の朝が明けます。皆さんまあいろいろと申し上げましたけども、これでとりあえずは鬱憤晴らしていただいて、ここからね新しい一日スタートしましょう。で、言いたいことがあったらね、やっぱこう言っていく、そして自分の暮らしを自分で変えることはなかなか難しいと思いますんで、そこは公の力をね、頼りましょう。すぐには答えてくれないかもしれませんけども、その声が大きくなって積み重なっていけば動いてくれますから、それは信じていきましょう。もうね、誰に頼んでもダメっていうふうに自分で可能性を閉じてもいいことはないですから、一縷の望みかもしれませんけども、やっていきましょう。で、私がね、皆さんのコメントを取りまとめて、こうやって今日みたいに愚痴りますんで、それでとりあえずは今日はね、まあ怒りは収まらないと思いますけども、余計怒るような気持ちになった、まあ、そういう方もいると思いますけどもね、はい、まあそうですね、こうやってなんか何ですか、赤ちょうちんで愚痴言いながら暮らしてるサラリーマンの気持ちですね、これがね。よし、じゃあ私もちょっと朝食にします。失礼します。